ジャスティン・ライアン・ミラーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州カーン軍、ベーカーズ・フィールド出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウ MLB のセントルイス・カージナルス所属。2006年の MLB ドラフト47巡目で、コロラド・ロッキーズから指名されたが、契約せずに、カリフォルニア州立大学フレーズの校へ進学した。大学時代は3年時の2008年に、 大学全米一を経験した。この時のチームメイトに、ジャスティン・ウィルソンがいる。2008年の MLB ドラフト16巡目で、テキサス・レンジャーズから指名され、プロ入り。契約後、参加の a ナスポケン・インディアンスで、プロデビュー。14試合に登板して2セーブ、防御率5.06、24奪三振を記録した。 2009年はまずルーキー級アリゾナリーグレンジャーズでプレイし8試合に登板して2セーブ防御率1.0810奪三振を記録した7月に A-9 スポケーンへ昇格して5試合に登板後8月に A 級ベーカーズフィールドブレイズへ昇格11試合に登板して1勝1敗にセーブ防御率2.3516奪三振を記録した2010年は a 級ベーカーズフィールドでプレーし、32試合に登板して4勝3敗、防御率3.06、52奪三振を記録した。2011年は、a 級フリスコラフライダーズでプレーし、48試合に登板して9勝1敗13セーブ、防御率1.81、77奪三振を記録した。オフに40人枠入りを果たした。 2012年3月19日に AAA 級ラウンドロックエクスプレスへ移動した。4月4日にマイナーの故障者リスト入りし、4月18日にトミー・ジョン手術を受けた。4月23日に自由契約となったが、29日にレンジャーズとマイナー契約で再契約した。この年は手術の影響でシーズンを全休した。オフの10月30日に、 レンジャーズとメジャー契約を結んだ。2013年はまず AA 級フリスコでプレーし、16試合に登板して1勝0敗2セーブ、防御率6.19、21奪三振を記録した。7月にトリプル A 級ラウンドロックへ昇格。11試合に登板して0勝1敗1セーブ、防御率9.82、12奪三振を記録した。9月1日に自由契約となった。 2013年9月18日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結び、11月20日にメジャー契約を結んだ。2014年は参加のトリプル A 級トレド・マッド・ヘンズで開幕を迎え、4月18日にメジャーへ昇格。同日のロサンゼルス・エンゼルス戦でメジャーデビュー。10点ビハインドの6回表から登板し、2回を1、 アンダム失点1奪三振に抑えた。8月30日にリーフとなり、翌31日にマイナー契約でトリプル A 級トレードへ降格した。この年メジャーでは8試合に登板して1勝0敗、防御率5.11、5奪三振を記録した。オフの11月3日に FA となった。コロラドロッキーズ時代2014年11月22日に、 ロッキーズとマイナー契約を結んだ。2015年は開幕を参加の AA 級ニューブリテンロックキャッツで迎えた後、トリプル A 級アルバカーキアイソトープスでプレーした。6月17日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年は34試合に登板して3勝3敗、1セーブ、防御率4.05、38奪三振を記録した。 2016年は開幕からアクティブロースター入りしたが7月5日に左脇腹板で15日間の故障者リスト入りし9月2日に復帰した40試合に登板し4 2 2三回で防御率5.70と前年を下回る成績となったレギュラーシーズン終了後の10月12日にマイナー契約でトリプル a 級アルバカーキへ配属された後 翌13日に FA となった。2016年11月8日にエンゼルスとマイナー契約を結び、2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2017年は開幕から参加のトリプル a 級ソルトレイクビーズでプレーしていたが、7月16日に自由契約となった。二千十八年一月十二日にはシントンナショナルズと マイナー契約を結んだ。シーズンでは開幕を参加のトリプル A 級シラキュースチーフスで迎え、5月25日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年は51試合に登板して7勝1敗に、セーブ防御率3.61、60奪三振を記録した。2019年7月29日にリーフとなり、8月2日にマイナー契約で、 トリプル A 級フレズのグリズリーズへ配属された。9月30日に FA となった。2019年12月1日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結び、2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。その後、9月15日にインターナショナルキャップスペースとのトレードで新シシナキレッツへ移籍した。この年は、 新型コロナウイルスの影響で、マイナーリーグの試合が開催されず、双方の参加球団在籍時にメジャーにも昇格しなかったため、公式戦の出場はなかった。オフの11月2日に FA となった。2021年2月23日にナショナルズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 シーズンでは6月15日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のピッツバーグパイレーツ戦で2年ぶりのメジャー復帰登板を果たした。6月29日にリーフとなった。2021年7月2日にウェーバー工事を経てセントルイスカージナルスへ移籍した。ありがとうございます。